お邪魔ですよね。私は新任の彼氏がどんな人なのかちょっと見てみたかっただけなので。彼氏？いや違う。新任よかったね本当に。あ、他のやつには内緒にしとけよ。オッケー、任せて。いやちょっと。港さん、新任をこれからもよろしくお願いします。それじゃ。お前さ、桜子ちゃん完全に勘違いしてんじゃねえか。いいじゃないですか。よくねえ。俺とお前は友達だ。港さん、今付き合ってる人いないんですよね。え、いねえけど。じゃあ俺のこと好きか嫌いかで言ったら。そりゃ好きか嫌いかで言ったら好きだっけ。俺はシンが好きですって言って言ったら本当になるかもしれねえから。そんなねえ港さん、好きですって言って。死んでも言わねえよ、しんちゃん。湊さん、アラサーにもなってまだ反抗期なんですか。だっせ。うるせえぞシェ。俺はアラサー、お前は高校生。その賢い頭でよく考えてごらんなさい。じゃあキスしてもいいですか。バーカ、ダメに決まってんだろ。10年早いわ。10年経ったら俺27歳なんですけど。清すぎる青春だな。素晴らしい。じゃあ湊さんの部屋に泊まるのは。アウト、モラアウト。じゃあ大胸筋および大臀筋のマッサージ。お前な、いくら健全に言ったからってアウトはアウトだからな。なら